ジャック・ギャップ拡大ジャック・ギャップは、海戦上のチョークポイントをなす、北大西洋上の海域のことである。この、ジャックとは、グリーンランド、アイスランド、イギリスの頭文字から取られており、ギャップとは、これら3つの陸地の間に存在する、開けた海域のことを指す。この語は主に、軍事問題を語る際に使われる。ジャック・ギャップは、イギリス海軍にとって、特に重要な問題となっている。 それは、バルト海や北海に面する北ヨーロッパ諸国の艦隊が大西洋への進出を試みた場合、イギリスにとって防衛の容易なイギリス海峡か、遠回りとなるアイスランドの両側のどちらかの海域を出口としなければならないからである。また、地中海に面する南ヨーロッパ諸国や北海に面する東ヨーロッパ諸国の艦隊が同じく大西洋への進出を試みた場合は、 ジブラルタル海峡を突破するか、スエズ運河と希望ミネを経由するかのどちらかを選択せねばならない。このためヨーロッパでは、フランス、スペイン、そしてポルトガルのみがイギリス海軍にチョークポイントに置いて、容易に封鎖されずに大西洋へアクセスできるのである。第二次世界大戦中、イギリス向け輸送船団の攻撃を機として、北、ドイツやノルウェーから、 大西洋に進出しようとするドイツ海軍艦船が、たびたびジャックギャップの突破を試みた。しかし、イギリス海軍による北海とジャックギャップの封鎖によって、この試みはほとんど成功しなかった。このため、フランスの陥落によって、ブレストやローリアン、ラロシェル、ボルドーなどの大西洋岸地域に有望と基地を設置することが可能となったことは、 ドイツにとって大きな助けとなった。なお、1940年から1942年の間、アイスランドとグリーンランドの間のデンマーク海峡は、イギリス空軍が紹介用の爆撃機を送り込めなかった数少ない地域のうちの一つだったため、前日の試みがなされる中心的な海域だった。ギャップという言葉の起源はこの時期に求められる。当時この海域には、 グリーンランドエアギャップとして知られる航空機による輸送船団の援護ができず、ドイツ U ボートが活発に活動する海域が存在した。このギャップも1943年に至り、ショートサンダーランド飛行艇や B-24 といった航続距離の長い航空機が出現し、大西洋でのドイツ U ボートの活動をほとんど不可能にしたことで閉じられた。 コラ半島を基地として作戦するソ連北方艦隊の潜水艦が大西洋に出ようとする際の唯一の出口となるため、ジャック・ギャップは1950年代に再び海軍の作戦計画の中心となった。アメリカ合衆国とイギリスの戦後の海軍戦略の基礎はジャック・ギャップを封鎖することに置かれ、素質として知られる一連の水中超音機の設置なども行われた。 これは、冷戦が、熱い戦争になった場合、ソ連潜水艦が、北、大西洋で作戦することを許せば、アメリカからヨーロッパに送られる増援用船団が、寒化し得ない被害に直面すると懸念されたからである。冷戦時のイギリス海軍の主要な任務は、核抑止を除けば、この対潜水艦船だった。インビンシブル級航空母艦の建造はこのドクトリンに、 基づくもので、その任務は、シーキングヘリコプターを使った、対潜水艦船である。また、23型フリゲートも、純粋な s w 洋艦運転として計画されていたが、フォークランド紛争の後に任務が拡大された。ジャック・ギャップは、グリーンランドやカナダ東部に渡りをする、橋黒日滝のような渡り鳥にとっても、通路となっている。ジャック・ギャップは、 トム・クランシーによるレッドストーム作戦発動やレッドオクトーバーを終えなどいくつかの小説で中心的なプロットの要素となっている。ありがとうございます。